ダルビッシュ有、WBC 食事会で丸々万ぼったくられる。パドレスのダルビッシュ有投手が18日ステーキ店でぼったくられたことを明かした。WBC 期間中に日本代表の選手たちを連れて、試合会場となったマイアミのステーキレストランで食事会を開催。ところがマイアミでの食事会はステーキレストランで味は最高だったのですが、簡単に言うとぼったくられてとんでもない額になりましたと XQTwitter で告白した。18日放送のフジテレビジャンクスポーツ2時間スペシャルでは、ヘッドコーチを務めた白井一幸氏がお会計がうん100万って言うとぶっちゃけ、スタジオがどよめいた。え、ぼったくりだったの？30人で数百万ってえげつないですね。一回の会計が数百万ってやばすぎる。メジャーリーガーからぼったくるお店、勇気ありますね。有名人へのぼったくりは銀座の寿司屋ではよくある話みたいです。今後は焼肉食い放題の店に行った方が良いと思います。高くついたけど、優勝の原動力だったかもしれません。ダルビッシュクラスの人間がぼったくられたらと感じる額だと一体いくらぐらいなのか想像がつかない。まあ、ダルビッシュや大谷がいるような会だからぼっても大丈夫と思ったのでしょう。ダルビッシュさんの X 見ればわかるけど、ちゃんとしたレストランだったのに勝手にワイン開けようとしてたらしいです。あなたがもらっている年俸もとんでもない額だからから普通ですよ。ステーキレストランじゃなく、牛角にしておけばよかったのに。金持ってるのわかってるからね。おったるやん、大谷もいるわ。余計もらっとこ、って感じでしょうか。ぼったくる理由があるとすれば、ダルビッシュがマーリンズから三振取りまくったからです。昔からマイアミのレストランはヤバいのも多いよね。飲食代がたとえ1000万円だったとしてもダルビッシュなら我々の1万円にもならない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。